はい、レオンです。今回はバンガードやってみたいと思います。今回はダサスモード、アサルト7対7、ハードポイントですね。3人パーティーなんかいるんだけどね、今回はね、どうだったかな。あ、こちらですね。今回渡辺美和のクラスがリトラバースト初勝利でやってみたいと思います。3人パーティーが入ってたんだけど、今回テルミット、あ、間違えた。あ、バーストになってるのか、これ。僕キルやってるのかも。早いな。負けているぞ。ハードポイントを支配した。偵察機が追加する。よしよし。危ない。4発しかない。リードしているぞ。ハードポイントが攻勢にある。9キルとかやってるな。10キル。めっちゃキルやってんな。ハードポイントを特定。ハードポイントが交戦下にある。ハードポイントが稼働した。全然キルできねえな。あらら、4キル。敵の爆撃機が接近。バーストになってんのか。ハードポイントで衝突が起きた。14キル。俺まで4キルなんだけど。敵の滑空爆弾が近づいている。全然キルできねえな。よし、ゴリやってちょっと回すか。2キル。ゴリアテキル稼いでるから。ガス、なんかスモークがすごいな。キルができねえな。20キル。すごい。ここにいるんだよな。まだレベル上がらんのかな、武器レベル。ここと、ここへ投げようか。は？まだ8キルってか？ 20、30キルやってるやつレベルは。危ない。効くでしょ、これ。ここいいっすよ。ハードポイントを支配した。キルができるな。チームメイトが爆撃を要請した。気をつけろ、気をつけろ。敵の滑空爆弾が来るぞ。レベル何も増えてないのか、まだ。敵の偵察機が広い。僕に注意しろ。ダメだ。11キル。結構効くよ、ここ。あ、やられた。ダメだな、今回。敵のフェアバーケージが接近。ハードポイントを確認した。ちょっとゴリアテ、ちょっと行ってみよう。15キル。よし。あと1キルでインセルですね。敵にハードポイントを取られた。味方が滑空爆弾を投下する計
今回はちょっと調子が良くない。武器のレベルがまだ上がらないっていうのかな。結構弾がなくなるね、これ。ここにいるね。武器ランクアップ。ハードポイントが高戦下にある。ランクアップサイトスカナイザーモデル。ハードポイントが稼働した。サイトがあるだけで、ね、違うからね。ダメだな、すぐ死ぬからね、このゲームね。キルペース、キルタイムが早いから。ハードポイントは我々のものだ。よしよし、まだ19キルか、ちょっとやばい成績だわ。ゴリアテ、ゴリアテ、ほんと目標向きなんで。ハードポイントを特定。ハードポイントを支配した。ハードポイントは確保。リベンジ20キロ。ここいいっすよ、ここ。4発じゃちょっときついよね。敵のケアパッケージが接近。一瞬で死ぬから。ハードコアみたいなもんだよこれ。テルミットがめっちゃ強力なんですよ。テルミットめっちゃ強力だな。一瞬で死ぬぞ、本当に。ほら、ゴリアって。あらあら、あらあら、いや、あ、死んだ。敵のケアパッケージが接近。ハードポイントはアクティブだ。30はいくか。よし、射撃がうまければ文句はない。ここね、ハードポイントもいいんだけど、キルコもめっちゃ面白いっすよ。激しいっすよ、めっちゃ。向こうでずっと持ってるやつけど、多分チャレンジやってんじゃないかな。スモークで見えないんで。うまい。あ、スナイパーです。もっと拡大のやつが。
30キロかちょっと。ゴリラって、あおりか。はい、今回ね、ダスハウスのハードポイントで遊んでました。今回の成績はね、30キロ、タイムが16秒ですね。で、今回イトラバースト、初使用でやってみました。あとよろしければ、チャンネル登録の方も、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。